んばんはのこんにちはでございます。ソウルとルピードトーク始まりました、始まりました、始まりました、来ましたよ。2000年入りましたね本当に抜けてしまってるところはごめんなさい、はいはい、抜けてるし忘れてるしすいません、本当に申し訳ないです、はい。ちゃんとそういう話を、細かくできればいいんですが、どうしてもですねこうやって見てて忘れちゃうんですよね、はい、すいませんから、トン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 とこの前2006年死ぬの話をしましたが、ちょっとだけ戻っていただきましてですね、1994年にですね、サックスの、本田敏之さんとですね一緒に、敏之さんのクルジェールというアルバムに参加させていただきたんですが、その後伊丹監督のスーパーの女というですね、1996年公開の映画のやつもですね一緒にですね、本田さんのお仕事もさせていただきまして、その頃は、敏之さんのバンドのツアーも、一緒に出させてもらいました、はい。それをですねちょっとあこんなこともあったな楽しかったなと思ってですね、はい、思い出しましてですね、あこれはお話ししたいなと、はい、非常に楽しい、ツアーでございました。敏之さんはですねその後も今僕小美学園ってとこがございまして、そこでたまに特別講師で、行かさせていただいてたんですが、そこの小美学園にあるウィンドオーケストラの大きいイベントありますよね、たまにね、はい、で何回か敏之さんと、小美学園の中にゲストで入るんですが、その時に敏之さん一緒にやらさせていただいてます、はい。そういうまた回り回った吹奏楽つながりみたいなね、感じもございますね、はい。さて2000年に入りましてこの前、僕はその時にドラムの音作りがちょっと変わってきたかもしれないねなんて話をしましたが、2012年になるとですね、僕と一緒にうるさくてごめんねバンドというボーカルをバンドをやっておりますが、ボーカルの山田信夫がですね昔メイクアップというバンド、いや解散してません、ごめんなさい、メイクアップというバンドをやっておりますが、そこのペガサスファンタジーという何バージョンか実は僕が演奏させていただいています、はい。でその中でですねなんとですねペガサスファンタジーをですね、山田信夫とですねショコちゃんがですね、ショコちゃんが、中川ショコちゃんがですねデュエットしてるのが2012年に出てます。ほら2012年まで来たぞあー12年だよ12年近いよはい、2012年ですね、はい、に発売されております、はいはい。非常にですねあのチームのレコーディング楽しくてね、河野陽吾というキーボードがおりますが、メイクアップのキーボードであり、うるさくてごめんねバンドの、キーボードでございます。河野がですね全面的にアレンジと、プロデュースをしておりました。で河野がプロデュースしたって言えばですね、ベースが成瀬さんで僕がドラムで、一緒に河野がプロデュースしてパンダ Z っていうアニメをやりました、はい。音楽しか書かんない、セリフがないで、なぜかロボットなのにパンダの形してるはい、大当たりしました、あれ、はい、そうですか、大当たり、グッズがものすごい売れて、ちょっと私があんまり覚えてないだけなの、はい、うん、未だに二次使用料入ってくるっていう、すごい。あとですね渋谷のパルコの周りが全部そのなんだろう、その絵になったっていうアニメをやらせてもらったんですけど、ゴールデンエッグっていう、ザ・ワールド・オブ・ゴールデンエッグってあれ僕なんです、全部。そうなんですね、はい、あれすごかったですね、うんうん、DVD も何本も出てますし、はい、そういうなんだろう、パルコの入り口がみんなキャラクターになってるんですよ
何ってあのキャラクターになってね。ね、はいはい。それは別にあれですか、それも河野さんですか、それは河野さんつながりではない、そっちのアニメは。まあ違います。あ、それは違います、うん、すいません。それはね、岩崎匠さんっていう、岩崎匠さん、はい、昔僕は TBO というグループをやっていた、あのガスマスクかな、岩崎匠さんは、はい、っていうそこのキーボードかな、うん、でもいっぱいあのコマーシャルのレコーディングとか一緒にやってた、はい、仲間に誘っていただきました。あれは楽しかったなあれも楽しかったなパンダ Z もめちゃくちゃ楽しかったけど、あの2000年入りまして、バタ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 ですね、まああの宮城くんもそうですね、一緒に、はい、アルバム2枚ぐらいやらせてもらったかな。 そうですか。あれも驚いたな、一緒に、ね、おーギター叩いてるみたいな ね。プロデュースは佐久間さんでした。あ、はい、宮城もそうですか、うん、佐久間さんでした、はい、だから少なくとも、もう20年は経ってんのかな。まあまあまあですかね、うんうん、20年は経ってんのかな、2000年入ってちょっとぐらい、うん、いやもうね、なかなか面白かったですよ。あと及川のミッチーのレコーディングも面白かったな。あ、そうですか、うん、面白かった及川さん、うん、すごい覚えてるな。まあまあこうやってやるとね、全員言わないと角が立つんでねそれはごめんなさい、それはできない、すいません本当に。まあ、佐久間正秀の話が出たんで、あとはやっぱり思い出に残ったのは渡辺美里さんが佐久間正秀プロデュースでレコーディングしてます。してますか。はい、それもやらさせてもらいました、うん、まあ姫もすごかったな僕ね、姫姫って言ってんだけどね、うん、元気になりますよね、声聞いてるだけで、うんうん、ポップスを歌って元気になる最高峰はやっぱり美里さんだな。うん、演歌界は天童よしみさんだな確かにね、うん、だんだん僕 あのレコーディングで呼んでいただくスケジュールの中にですね、新野美香さんが出てきたり、あ、藤ヶ谷子さんが出てきたりですね、それから、中山陽子さんがあったり、うんうんうん、まあクリスマスアルバムの1曲だけだったんですけど松田聖子さんに呼んでいただいたりですね、なんかだんだんこう自分の中も、あとあの秋元純子さんもやらせてもらったり、そうですか、うん、でだんだんこうね、ちょっと演歌系の女性ボーカリストにこう、うんうんうん、だんだんこう移行していくわけでございますが、はい、なかなかこう いいですよね、年とともに面白い。だからなんかあれですよね、こうどんどんこうなんか歌物みたいな、そうなのよ、ね、うん、そのさっきも、あ、ちょっと前の回でもね、うん、言ってたような、でちょっと自分のドラムの色が変わってきたってとこから、なんかそのボーカル、そうしかも女性もののお仕事がすごい増えて、昔声がなかった女性ボーカリストってあんまり、僕あんまそうですよね、昔、うん、なんかいや本当にさっきね、ご自分でおっしゃったように、おらどこ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 っていう、あーっていうねそういうの、はい、にいうのがあったんだけど、ね、なんか今はこう歌物、しかも女性ボーカリストのなんか歌物のね、お仕事すごい多いなっていう、だから面白いですよね、うん、こうやって見てみるとね。そう、あと一個だけちょっといいですか、はい、ちょっと話、あの前の回とかで彩香さんってやった時に、やべ、お父さんが俺の一個下みたいな話をしたじゃないですか、うん、でさっきちょっと出た中川翔子さん、翔子たん、そう、翔子たんのお父さん、中川勝彦、中川勝彦さん、うん、で、あのね、ミュージシャンの方で、うん、さっきちょっとね、資料を見てたら中川勝彦って名前書いてあったんで、え、親子でお仕事してんじゃないですかみたいな。いやでもね、親子で仕事してるの結構いるんだよ、原田健太、原田芳雄さん、あ、そうだ、うん、あ、親子ですからね。そうですよ、ね、もう健太はもう最初の健太のソロから何枚もやらせてもらってるし、あの、もう健太は何かこう、なんかことごとく一緒にやらさせてもらった、まあまあまあ、でも俺、吉田も、うん、俺もそうだし、そうですよね、俺が悩んだ時に健太に助けてもらったこともいっぱいありますアレンジ上でね、これどうすりゃいいのかなと思った時、健太お前来て弾いてとかでも、もういっぱいありましたから ね。ちょっと今あの名前を出したのは、うん、結局吉田さん、原田吉田さんはトールタイムもやちょっと年上の上の方というか、うん、で健太、原田健太さんも
徹さんからしたら息子というにはちょっと年あれかなみたいな。だって一回しか違わない保険だと。で中川和彦さんともしかしたら同じ、同い年ですよね。だから変な話もう本当に娘でも本当に娘よ、ね、っていう感じがあったんで、うん、親子っていうか、ね、そう親子そのあれもなんかすごいあれだなと思って、うん、ただねって言うと中川和彦さんは、ね、そうそうそう結構若くして、ね、ちょっと早かったんですよね。亡くなっちゃいましたからね、うん、ちょっと早かったんでちょっと、まあ、ちょっとあのそういう歴史もすごいあるなというのをちょっと思い出しちゃったんで、うん、すいませんちょっと話を突っ込んじゃって。いやいや、でも面白いよねそういう話ね。ですよね、うん、すごいなと思って、うん、それで前にエイベックスのお話をしましたが、エイベックスのお仕事をしつつだん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 僕も歌物にさあ移行しちゃうのかな、俺このまま丸くなっちゃうのかなドラムと思った2003年、はい、エイベックスの、あるプロデューサーから連絡が来まして TM スティーブンスとバンドをやらないかと言われまして、それで、03というバンドと、あと TM が独自でやってるあのニューヨークの方の、あの自分でやってたあの方 の, あのユニットも手伝わさせてもらう、形がですね、急にそっち方向へですね2003年から行くわけですね。はい、非常に驚きましたね僕もね、はい、TM スティーブンスといえばね高中さんね、高中さんスティーブ・バイもそうなんですよ、はいはい、でその僕のもともとその高中さんの時に奈良田先生が来ててドラムで、奈良田先生が紹介してくれたのは TM スティーブンスだった。あ、そうなんですか、ね、はい、あ高中さんで来日した時の、そう僕は坊主ですよ、弟子だから坊やとして先生の花飾りに行った、うんうんうん、あ、そうなんですか、うん、コラーゲン劇場へ。おでその時にパールの石岡さんという人が一生懸命やってくれてて、うん、その周りをただ僕はうろうろしてただけです何の足しにもないらしいな。はあ、はあ、じゃあ結構じゃ あの TM スティーブスと会ったのも随分前ってことになったんですね。そうなんです、1回目はね。お、はあ、そうなんですね。でまさかその後一緒にバンドやると思わないじゃないですか僕だってね、はあ、でそれが2003年に、うん、発売されまして、渋谷が03のフラッグには全部貼られたんですよね、うんうん、だーって。いや懐かしい話でした、ね、一応僕タレントなんですよABEX のアーティストなんですけどね一応ABEX のアーティストなんですけど、まあ置いといて、はい、で TM と毎年あのナムショーっていうのが1月に、うんうん、あのアナハイムでやりましてね、はいはい、それで一緒にセッションしたりですね、あとイベントに出させてもらったりで、その時にあのリッチー・コッツェンさんを紹介してくれたり、スティービー・サラーさんと一緒にやらせてもらったり、3人であの非常に本当に今の僕の母体がそこでこう練られたというか練られた、うん、感じですよね。練られた、練られて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 、まあまあいろいろあのその後あって、まあまああのね、ティム・ザもちょっと具合悪くなっちゃったりなんかして、うんうんうん、でその後後にですね、だん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 こう歌物にが本当に多くなっていく、その境目にゼロさんがあったあった、うん、あれも歌物ですからね一応、まあまあまあそうですよね、うん、はい、まあすごいです、まあまあまあすごいですけどね、まあゼロさんをね、機会あったらですね皆さんぜひ中古 CD であると思いますぜひ聴いていただきたいと思います。いいですよ、いいバンドです、うんうん、TM さんすごい、すごいですよね、もうとんでもないです、いいですから、はい、でそのごめんなさい話がまた2012年以降になっていきますが、歌物にその03やって、その後この後僕は女性シンガーの方にどーっとこう歌物に行くのかなと思いましたらですね、意外とですね、僕はあの旧ジャニーズでございますけど、はい、の、アーティストの方で昔からいっぱいあの参加させていただいててですね、うんうん、それがですねいわゆる立て続けにですねやるあの参加させてもらうことになるんですが、例えば、嵐、関ジャニ、カトゥーン、ニュース、中山優馬くんですね、平成ジャンプそして、ごめんね、もし漏れたらごめんね、漏れたらごめんね、漏れたらごめんね他にもいる、他にもいると思う俺はどうも
他にもいるなと思った。ごめんごめん。セクシーゾーン、おう、うん、とか、それから、なにわ男子、おう、うん、もう、はい、もうほぼじゃないですか、はい、やらさせてもらいました。あとあの、去年一昨年、の1月に出たんだから木村隆也君のアルバム、山下達郎さんプロデュース、おうほ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 う、はい、2曲、うん、山下達郎さんプロデュース2曲、あれも参加させてもらいました。あのあごめんなさい、また一つ口挟んじゃって、うん、今ちょっと名前出てた旧ジャニーズの、まあ、タレントの方というか、うん、それってっていうか、そのお仕事ってなんか誰かのやっぱつながりなんですか、そのお仕事を。ジャニーズのつながり、完璧もジャニーズ、あ、まあ、旧ジャニーズの方の、ジャニーズ出版さんのつながり。そっかそっか、なんかその誰かプロデュースとか、まあ、なんか他のつながりで、まあ、もちろんアレンジャーがね、うんうん、誰かあのその中にあ、うん、いて、その出版 の, 方 の, あ の, あのきっとディレクターなりー、うん、がいるんで、それの話し合いで決まるかと思います。あの TOKIO の、はい、プロデューサーやってました ね、はい、あれちょっと前ですよね。でも前です。あとキンキもやってました。あ、そうか、キンキもそうです。キンキのレコーディングはすごい多かったです。そうか、だからその前から結構つながりとかやってたんですよね、まあ、僕一番最初光源氏だった光源氏、はい、のレコーディング多かった。あのローラースケート履いてた人たち。そうです、そうです、はい、いや結構じゃ古いんですよね。だから古いですね、僕は。そういう系のところのお仕事も、はい、だから、それで光源氏やらせてもらった後に、うん、光源氏だった佐藤敦弘君のプロデュースをやるんですよ、僕。あ、そうなんですね。はい。はい、あと、光源氏にいた大沢幹雄。はい。長いですよ、長いです。あ、そうなんですね。いい子なんですよ。大沢幹雄のソロやってます、僕。あ、そうですか。はい。はい、やっぱ結構、そっか、その昔からやっぱり、はい、あれがあったんで。大沢幹雄はバック下道なんです。ん？ゲドーでやってるんですか？レコーディングやったんです。ヒデさん、うん、ヒデさんが。ヒデさんギター。うん、いや、ヒデさんのギター。面白かった、あれ。へえ。だから僕はプロデュースしてないんですけど。あ、そうなんですね。でも佐藤敦弘君はもう 100% 僕がプロデュースして。おお。面白かった。まあね、あの今の話の流れだと女性ボーカリストに行くのかなと思いきや、うん、そうこれそうゼロさんがあったり、ね、うん、でふと考えてみたら、あ、何旧ジャニーズにこんだけ男性ボーカルで呼ばれてんじゃねえみたいな、ね、そうそうそう、うん、でもまあまあまあでもね、そういうお仕事を、うん、やっぱりその昔からのね、あの実績、今言ったように光源氏から始まりみたいなのがあって、僕は確実にやっぱり年相応にだん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 歌物の方、歌物の方、歌物の方にこう自分の意識がいってるなっていうのは60過ぎてすごく思いますね。ああそうですか、はい、すごく大事にしたいなと思ってる。でもまあまあちょっとまたね、ちょっとあの、うん、話すと次に行っちゃいそうなんであれですけど、本当になんかバランスよくやられてんじゃないかなって僕はちょっと見てて、うん、徹さんのお仕事が、うん、今ちょっと多いって言ってましたけど、うん、歌物とか、うん、いやいやいや他のこともやってんじゃないですか。まあまあね、それはね、うん、それはあのバーベキュー噂だとかそれからあのこれ方さんね、ギターのこれ方ひろくんさんとかのおかげですよ。あとあのこれ方さんに呼んでもらったエース清水さん、関松のね、元ね、とかね、色々でコロちゃんエースちゃんというバンドあるんだけど、うん、やっぱりね、ああいうこのところに呼んでいただいてやっぱりねすごいリフレッシュするのよ。確かにね、うん、リフレッシュしてまたできるっていう、ま、次のにねってことで、ね、っていうもう時間なんだよねやだごめんね、まとまんないね、まだまだね、さあ目指せ2024年もうちょっとでございますから、皆さん今日はここまでにしてください。お疲れ様でした。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、 F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらになります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。